お一人、たとえマロの命に変えてでも、必ずこの手で。第三使到来もやられました。このまま兵糧を損耗し続ければ、今の戦況を保てなくなります。第五に続いて、第三もやられたか。よほど綿密に地形を調査したみたい。火の勢いも全然弱まらない。この炎の状況、覚えがある。おそらくは神様マロロか。各人に背後の警戒を怠るなと伝えよう。また敵兵を見つけても即座に応戦せず報告を入れようとも。追っかけないのけ？敵は少ないし、みんな…いや、私もオシトルに賛成だ。下手に追ったところで見失ってしまえば意味がない。でもこのまま放っておくわけにもいかない。追撃するか。いや、ここはまず敵の意図をはっきりさせるべきだ。ノスリ、なんとか敵の足を読むことは可能か？任せておけ。我らに小勢での奇襲を仕掛けることがどれほど愚かか。先ほど言った通り、ここの指揮は一旦御前にお預けする。しかし勝算はあるの。ノスリならば必ず敵の動きを捉えましょう。後にそれがし自身が精鋭を引き撃つ。それにマロだとすれば狙いは間違いなく自分のはずだ。直接赴いた方が被害も少ない。どうやら無用な心配だったか。ならばそお頼み申す。クオン、早急に用意してほしいものは。私に？用意はできると思うけど、それを何に使うのかな。まだわからない。だが、できうる限りの準備はしておきたい。構えるか？わかった。すぐに用意する。使わずに済むのは、それに越したことはないんだ。どこにいる？マロ。大きな変わったで、王女。守りが固いのは当然。しかし、あまりにも守りに傾きすぎているとおじゃる。それに、気になる点がもう一つ。オシトルの陣は、戦線を帝都側で強引に押し込んでいるとおじゃる。それがどうして、無論、マロの兵糧攻めが効いてきたとも取れるでおじゃる。しかし、この動きはオシトルにしてはあまりにも遅いぞ。まさか、守りが固いのは当然。しかし、あまりにも守りに傾きすぎているとおじゃる。それに気になる点がもう一つ。守りが固いのは当然。しかし、あまりにも守りに傾きすぎているとおじゃる。それに気になる点がもう一つ。いたぞ、あそこだ。くっ、ゲンホー殿からの報告です。戦線の再構築完了せり。よし、これより敵伏兵との交戦に入る。皆の者、それがしに続け。マロたちを本陣から切り離したでおじゃるか。本陣との連携を絶たぬままに止められると思うほど、それがしはお前を安く見ておらぬ。本陣との連携を絶たぬままに止められると思うほど、それがしはお前を安く見ておらぬ。じゃない。それだけじゃないぞ。なんだこのムズムズする感じは。土
包まれてる。この辺り一帯が特殊な力で覆われています。おそらくは雷光の術素雷。奴らこちらの力を削ぐ厄介な術を使う。まずはその術素雷を叩くぞ。一旦引くでおじゃるよ。レンドでは向こうが上だ。このまま見失えばまた巻かれるぞ。この木々の奥へ行ったか。追いますか。無論追うが。ただ闇雲に追ったのでは先ほどの二の舞だな。小生とアトゥイ殿が先んじて切り込めば抑えられると思うが。いや、マロレのことだ。単純な力で押し切ろうとすれば何らかの策にはまる危険があるとは言え、確かにこのままにどこかに追い込めればいいんだが。ねえ猫ね、この辺って確か崖があったよね。はい、なのです。あの木立の反対側に切り立った壁面があるはずなの。ならばそこに追い込む。隊の半数にこの木立の警戒を、残りはそれがしとともにマロロを崖下へと誘導する。どこから奇襲を受けるかもわからぬ。警戒をゲントせよ。やはり来たでおじゃるな。マロロ、もはやお前に退路はない。もう一度言う。投降しろ。お前には伝えねばならぬことがある。今さら何を伝えるでおじゃるか。いずれにせよお前にもう引く道は。ニュフニュフいいな。罠にはまるとこういう状況を言うのでおじゃるよ。これぞ家庭の真骨頂でおじゃる。炎に飲まれるぞ。全員中央に集まれ。はあ、やや、せっかく暴れるつもりやったのに。炎が相手じゃ刀では返しようがないじゃない。古典的ですが確実な手ですね。どうする星取り。まさか逃げ道があるとでも思ってるでおじゃるか。お一人とその一人が炎に焼き尽くされてゆく様をマロはとっくりと見物させてもらうでおじゃるよ。その身を取りに我らをこの七へと誘い込んだか。クオン、例のものを出してくれ。例のものってさっき作ったこれ。そうだ。嫌な予感しかしないけど、炎に巻かれるよりはマシなのかな。説明は後だ。キュール来い。例のものって、はい。急ぎこれを矢の先端に祝えろ。決して外れぬようにな。わかりました。宗近殿、頼みたいことがある。小生のお役に立てるなら。それからここ何なりとお申し付けください。にゃほほほほ、手も足も出ないでおじゃるか。ついについにやったでおじゃる。マロはこの手で観族を一人は討ち取ったでおじゃ。よし、撃て。一瞬報いるつもりでおじゃるか。もう定義は悪い。なぜ真上に。皆伏せよ。
爆したでおじゃるか。オストルともあろう者が苦しまずに済む方を選んだでおじゃるか。それともマロの手にかかって死ぬつもりはない。ハク殿、見ているでおじゃるか。ハク殿の胸、今ここにマロが晴らしたでおじゃる。どういうことでおじゃるか。なぜ炎が。オストル、皆無事か。なぜ生きて、一体何をしたでおじゃる。風は火を起こし、大きく育てる。強すぎる風は火を吹き消します。風をもって炎を吹き消す。火系とは本来ただ焼き尽くすのみにならず、炎の消滅を自在に操ってこそ真髄。爆風で炎を消したと。それでは炎は消えても無事では済まぬでおじゃる。確かに無事ではなかったし、ちょっと危なかったかな。はい、でも信じていたです。このアンジュ様、心地ですか。これ式のこと、ヌネチカのしごきを思えば軽いものよ。皆さんお顔がすすだらけですよ。そんなこと言ってる場合かな。なんとか守り寄せたか。呪法をかける間、攻撃がなかったので集中できました。アクルカがあれば皆に傷を負わさずに済んだのだ。いや、宗近殿なしでは無理だった。そういうことでおじゃるか。爆風で炎を吹き払うと同時に、宗近殿が壁を作り、ウルウルとさらそれを増幅させた。まさか小生の力をこのような形で使うとは。多少手傷は負ったが、炎で焼かれるよりはマシでやろう。そのような捨て身の剣。多感の見物を決め込み、一気化成に攻めなかった。お前の策はついえた。所詮マロはオストルにはかなわないと。オストルが栄え、マロは滅びるべきだと。オストル、いいな、まだでおじゃる。たとえ万策ついえようとも、この命ある限り勝負はまだついていないでおじゃる。これで決着としよう。オストル！